エ雄伝説ディノイエテーゼ銀河英雄伝説アソート、銀河英雄伝説好きの皆様こんにちは、番組 MC の足立です。この番組は銀河英雄伝説をより深く楽しんでいただけるための、番組となっております。アシスタントの橋光です。よろしくお願いします。引き続きアニメ振り返りコーナーをやっていきたいと思うんですが、あの第4話、はい、腐敗の魔術師、タイトルからして、タイトルからしてもうこれは彼のことを、彼のことヤンのことをやるという、はい、ことだと思うんですけど、まあ、あの第4話、あのオリジナルの予想が相当に多いですよね。はい、ですね、でまずヤンとジェシカの出会いからなんですけど、あれはどういうシーンと言いますか。まあ屋根の上のバイオリン弾きがおりましてですね。そうですよね。でそれが図書館の、はい、ね、中にまで聞こえるほどの音量で、かなり問題だと思うんですけれども。そうですよね。はい、でまあ会いに行ったらジェシカが、うん、追って、追ってで手ぶらのヤンというのが発覚するわけなんですけど、僕なんか。はい、ジェシカすごい失礼なシーンですよね。そうなんですよ。であなたって変な人ねって何回か言ってるんですけど、うん、意外とジェシカもね失礼な人ですよね。失礼だしバイオリンとかね、なんか意外といいのかなと思ったりしながら見てたんですけど、うん、まあ楽しい回だったんですけど、まああの、はい、若い2人がそうですね、ね、でも手ぶらのヤンってあのあだ名として新しい、はい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 、出てきましたけど、これはその、まあ、手ぶらでね、寮に入ったからっていうふうにありますけど、うん、もう本当にお金がなかったってことなんですかね。そうですね、学士に当てるだけの、はい、お金もなくて、はいはい、でも制服しか服もなかったという状態なんですよね、うん、なんで後にヤンが出てくるときにちょっと私服になって、いやそうなんです、どうなんだろう、服がなかったから制服できたかっていうとそこまでかなっていう気もするんですけれども、違うんですか、まああの読みしすぎですか。いや、まあそういうことにしておきましょう。はい。士官候補生がこんなところで何してるの？士官候補生は町の図書館に来ちゃいけないかな。そんなことないけど、制服でここに来る人は見たことないわ。おお、困ったな。そんなに困らないでよ。あなたおかしな人ね。困った。ああ、ほんと変な人。あなた、もしかして手ぶらのヤン？え、どこでその呼び名を？やっぱり当たりね。手荷物なしで寮に入った手ぶらのヤン。なんで君が俺のことを知ってるんだ？その答えはもうすぐここにやってくるわ。一緒に待ちましょう。で、まあ、ヤンは子供時代、ヤンタイロンと、はい、お父さんですね。お父さんですね。と、まあ、宇宙商船っていうんですかね、はいはいはい、交易をどんどんしていて、で、ほとんど地上にいないような暮らしといいますか、を送っていたということなんですよね。はい、で、その中で、お友達ができた。ジャンとジェシカと。そうですね、ジャン・ロベル・ラップと。そうですね、で、はい、ジェシカとジャン・ロベル・ラップはもともと幼馴染だったという、はい、幼馴染っていう、これもあれですよね、ノイエのオリジナル、オリジナル設定ですよね。そうですね、そうですよね。まあこの3人人間関係としては、まあ、友達っていうところから描かれていくんですけど、だんだんこう違った戦友になっていったりとか、そうですね、あと婚約者にね2人になっていったりとかっていうところがこの回では描かれていくんですけど、はい、その中でヤンはそのまあ言っても歴史好きで、うん、ずっとまあなんか面白い話してって言われたら歴史の話をするっていうぐらい、うん、まあ、歴史大好きな人で、うん、
でその時に話してた内容が後々こういろんなところにまた波及していくというか、そうですね、ヤンがあの時話した言葉が、はい、ジェシカの心の中に残っていた、はい、でその後のジェシカの行動を、はい、影響していくっていう、はい、意外に大事な回なんですこれ。そうですよね、はい、ヤンって歴史好きで変わってるわね。こらジェシカ、そんなにヤンをからかうなよ。だってあなたが言ってた手ぶらのヤンとやっと会えたのよ。ねえ、何か面白い話聞かせてよ。面白いかどうかは保証できないけど、子供の頃どんな本にも帝国のルドルフは大悪党だと書いてあったけど、どうして皇帝にまでなれたのかって不思議でさ、父に聞いたことがある。お父様はなんて？民衆が楽を従うせいだと。楽を従う？自分たちの努力で問題を解決せず、どこからか超人なり聖者なりが現れて全部一人で背負い込んでくれるのを待っていたからだ。そこをルドルフにつけ込まれた。いいか、覚えておくんだ。独裁者は出現させる側により多くの責任がある。積極的に支持しなくても黙って見ていれば同罪だ。で、あとヤンは戦いというか勉強を通じてなんですけど、軍人としてはどん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 、まあ、卒業に近づいていくわけなんですけど、そこで転科をさせられるシーンが出てきますよね。あ、はいはいはい、戦士研究家というところにヤンはいたんですけれども、はいはい、そこがなくなってしまうということで、そうですね、はい、で戦士研究家にがなくなって戦略研究家、はい、戦略戦術家、ちょっとすみません曖昧なんですけど、に転化するときに結局なぜそこに行くかというと、その前段階というか、はいはいはい、あるワイドボーンとの戦い、はいはいはい、ワイドボーンは優等生で、はい、この戦略戦闘シミュレーションというのが、はい、まあワイドボーンとヤンだったら、はい、ワイドボーンが圧倒的に有利かと思っていたら、はい、ヤンが、うん、あっさりというか、あそうですね、補給を断つというやり方で勝ってしまったっていう、はい、そのあたりですね。あのシーンもものすごく悔しそうにワイドボーンはしてましたけど、うん、やっぱりあれがヤンの戦い方の真髄。そうだと思いますね。ワイドボーンは正面から、はい、戦ってくるのに、はい、ヤンはその補給戦弾を、相手の補給を切るっていう、うん、なるほど。でそこからまあまた卒業したりとかしながら物語が進んでいくんですけど、なんかラップはちょっとあれですよね、途中で休婚して、そう、なんかはい、ちょっと恋模様がね、はい、ラップはね、告ったけど振られたみたいな話があったじゃないですか。ありましたね。もう一回告るみたいな、結構なかなか粘り腰で、粘り腰の、そうですよね、はい、でまあそのまんま軍人の嫁になるの嫌だとかって何とかっていうやり取りがあって、うん、前線というか赴任していくわけですよね、うん、でちょっとこれあったなっていうのが宇宙桟橋宇宙桟橋これ妙なとこございますね。そうこれ宇宙桟橋ってわざわざ書いてあった、書いてあったテロップであったそうこれはあれですよね、同盟軍はあ、そうです、シャトルで、ね、帝国軍の戦艦は地上まで降りられるけど、はい、同盟軍の戦艦はシャトルで、宇宙空間まで、はい、宇宙空間で宇宙船に乗り換えて、はい、戦艦に乗り換えて進んでいくっていう、はい、そういうのを示すんですけれども、いや宇宙桟橋って出るとは思いませんでしたね。ここで出てきたと思ってちょっと面白かったんですけど、いやこれあれですよね、技術スタッフの皆さんのこだわりものすごい大きな宇宙桟橋でした。そうですね、すごかったですよね、うん、はい、でその後ヤンはエルファシルの理由になってっていうので、はいはいはい、ある少女と出会ってくる出会うことになるんですけど、プクッと、はい、ふてくされた少女、女の子がいました、はい、名前は出てこないんですが、あれが後のみんなご存知ですね、はい、というやつですね。そうですね、はい、これ最後この話ユリアンで終わるんですよね。そうです、そうです、ユリアンが訪ねてくるところで終わる。体よりも大きいトランクをっていうね、ヤンって
ね、いろ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 あるなと思いながら見てた。多分ユリアンをヤンがその受け入れるというか、はい、そのキャゼルヌから養子を取れよと言われたのをゲンを左右にして拒否していたのが、まあいいですよって言ったのは、はい、まああの、はい、ジェシカとラップの話を聞いたのが何か影響してるのかなって思ったり、いろいろそのあたりのヤンの心境の変化とかね、あの見てみたいなというのは思いますが、ね、いやまあここからね、その奥は多分描かれることはないと思うんですが、なんか想像の範囲が広がる、そうですね、面白いエピソードだなと思って、はい、まあ、でも本当ヤンにしてみたら、ジェシカとラップっていう、もうこれはこの年になると分かるんですけど、友達なんてそう数多くなくてもいらないんですよね。一、まあね、人二人本当に信用できる友達がいれば、それは人生を豊かにしてくれるんで、そういった意味ではヤンと、はい、ジェシカとラップっていうのは理想的な友人関係だったんじゃないかなと思います。はい、いやじゃあ第4話振り返り、はい、はい、以上でありがとうございます。またバイオリンの練習に来たんだね。あなたも歴史の本を読みに来たの？ああ。本当に歴史ばかりなのね。ねえ、あなたは何を見ているの？ん？過去ばかり見つめて他に何かしたくない？ああ私は未来を見つめていたい。銀河英雄伝説リ・ノイエテーゼセカンドシーズン青蘭全3章2019年劇場上映。